にやせよう、にいけいです。今日は赤坂見附駅からスタートです。で、今回行くところは、まあ、赤坂なんですけど、赤坂って本場の韓国料理屋さんが多いんですよね。本場の韓国料理屋さんっていうか、なんだろう、本場の味を提供している本当に美味しい韓国料理屋さんって感じかな。そういうお店が多いんですよ。そんな赤坂の中でも穴場のお店があるんですよね。聞いたところによると、常連さんが多く通っていて、なんだろう、隠れ家的なそんなお店になってみたいです。それがビョルミジョンさんというお店になります。赤坂の韓国料理屋さんが密集しているエリアの中でポツンと佇んでいるお店になってます。それがこちらです、ビョルミジョンさん。こちらのお店で今回はハンサムゲタンのランチを食べていきます。ちなみにランチは着いてから決めました。それでは早速中に入っていきましょうか。カジャー。入店しました。店内はですね、20席あるかないかぐらいの本当に小さなお店になってます。僕はカウンターに座ってます。そしてこれがランチメニューです。今回はお店おすすめのこのハンサムゲタンを食べていきます。1150円。他にも LA カルビ定食だったりサムギョプサル定食など、ランチでお肉食べれるっていうのがいいですね。他にもカキスンドゥブ、餃子スンドゥブなど、あまり他のお店で見られないようなメニューもねあります。カモのタンとかあったんですよ。なんかね、いろいろ美味しそうなのあって、ランチ結構ね悩みました。ランチどれにするか。お茶を飲みながらそれでは待っていきましょうか。来ました、ハンサムゲタンです。まあ、サムゲタンの半分バージョンですね。あとおかず、角的じゃがいも、もやし入っております。めちゃくちゃグツグツいってて、すごく美味しそうなんですよね。で、鶏がめちゃくちゃでかいです。でっかい鶏がドーンドーンと2つ入ってます。足とかなのかな。本当にもう見た目から美味しそう。韓国では夏にサムゲタン食べるみたいで、もうずっと今年の夏サムゲタン食べたかったんですよね。まあ、ただ他の料理とか食べててなかなか食べる機会がなかったので、とても楽しみです。早速食べていきましょうか。チャーモッケスミだ。まずね、サイズなんですけど、鶏肉の大きさもそうなんですけど、普通に鍋の大きさがでかいです。めっちゃでかいです。この大きさは赤坂の他の食堂行ってもこんぐらいの大きさの鍋が出てくるので、まあ、なんかこういうところがやっぱり新大久保とかのお店のランチとは違うなって感じましたね。まず量が本場級。本当にね、サムゲタンずっと食べたかったんですけどね。で、一回ね、すごく美味しいって評判のサムゲタンを食べに行ったんですよ。じゃあその日は休業してたんですよね。あ、お店休業してると思って、で、違う日にもう一回行ったんですよ。次の日だったかな、次の日にもう一回行ったんですよ。じゃあ開いてて、あ、開いてる、入ろうと思ったんですよ。じゃあ入ってドア開けたら、お店の人に予約してますかって聞かれて、あ、してないですって言ったら、すいません、今日はもう予約でいっぱいですって言われたんですよ。ランチですよ。ランチでもう予約がいっぱいですって言われて、もうそれだけサムゲタンが有名なとこあったんですよ。まあそこを逃したっていうので、今回はもうどうしても食べたかったサムゲタンをランチで食べました。そんなサムゲタンなんですけど、ここのサムゲタンね、今まで食べてきたサムゲタンの中でも一番優しい味をしているかもです。まずもち米なんですけど、これが結構大量に入ってるんですよね。なんかね、他のサムゲタンとかに入ってるもち米ってそんなに大量じゃなかったり、なんかね、なんか雑穀、全然お米なのかな、本当に健康に特化したような、なんか味が超薄い米が入ってるんですよ。そういったお米じゃなくて、もち米、もっちもちしたお米がどっしり入ってるんですよね。そのおかげなのか、多分ね、それがすごく煮込まれてて、お米の研ぎ汁みたいなのが出てるのかな。それでおかゆみたいなとろみが出てるんですよ、サムゲタンに。だから他のサムゲタンとは違ってとろっとしたスープになってるんですよ。極端な話で言えばこってりしたラーメンっていう感じですね。もちろん味はこってりしてないです。優しい味です。ただそのとろみっていうのがすごくこってりしたドロッとしたラーメンに似ている感じがしましたね。すごく美味しいです。結構ね、本当に初めて食べるようなサムゲタンだったので、夢中でね、スープを飲んでおりますね。そして鶏肉はもちろんもう柔らかくて美味しい。もう熱々のスープに熱々の鶏肉っていうので、まあちょっと火傷しちゃいそうな勢いなんですけど、なんかそんなこと気にしてられないほど鶏肉もね、柔らかくて美味しいんですよ。そんなサムゲタンなんですけど、で、今まで食べてきた中で一番優しい味って言ったんですけど、塩コショウとかそういったスパイシー的な味わいっていうのはあまり感じなかったですね。どっちかって言って
と鶏肉のだしともち米のそのとろっとした食感だったり、そういうので勝負してるような気がします。途中でね、僕なんか味足そうかなと思ったんですけど、これはこれで美味しいなと思ったので、まあ、普通のその優しい味のもので食べました。まあというか前日にねめちゃくちゃ辛いもの食べてしまったおかげで腹痛になっちゃったんでね。なのでこのサムゲタンすごくぴったりでしたね。優しさが、もう優しさが体に染みて胃に染みて、なんかね腹痛もすぐ治りました。そしておかずなんですけど、おかずが角的とじゃがいもともやしナムルか、この3つが出てきます。おかずもね美味しくて最高なんですよ。特にもやしナムル、もやしナムルがニンニクと塩かなが混ざったようなソースがかかってるんですよね。もやしナムルがすごくなんだろう、濃厚な味わいで他のお店では食べれないようなもやしナムルで、結構好きでしたね僕。優しい味とは真逆のすごい濃厚なパンチ効いた味で美味しく食べてます。サムゲタンは優しい味で、おかずが濃厚な濃いパンチ効いた味でっていうので、なんだどっちともの味を楽しめてすごく楽しいですねここは。あ、ちなみに僕ご飯を食べるどうするって聞かれて、ちょっとだけくださいって言ったんですけど、まあ、ぶっちゃけご飯なくてもいいです。なぜならサムゲタンの中に入ってるもち米の量がかなり入ってるので、そんなにご飯は、いいかなって思います。まあ、もしね足りないと思ったらご飯のおかわりは自由なので、最初ご飯いらないって言っといて、後でやっぱ欲しいなと思ったらご飯ちょっとだけくださいみたいな感じで言ったらご飯盛り付けてくれます。赤坂はね本当に美味しいお店が多くて、まあ、結構当たりのお店が多いんですよ。中でもここはねかなりいいところを見つけたなって思います。本当に隠れ家的なとこですね。まあ、隠れ家っていうほどでもないんですけど、その看板も出してるしね、ちゃんと。ただ来て食べるといいです。めちゃくちゃいいです。ランチもねお客さん常連さんみたいな方々が結構来てました。しかもねお客さんと店員さんの距離がすごくいいんですよね。すごく仲良さそうな感じで喋られててね、ここは店員さんと仲良くなれるお店かなって思います。席もね本当にそこまで広くないので、なんだろう、常連になれば顔も覚えてもらえるし、もしかしたらねなんかサービスとかつけてくれるかもしんない。ランチもね本当にいろいろな種類あったし、どれも美味しそうだったから、サムゲタン以外のねランチも頼んでみていいかなって思います。韓国人の女性の方と日本人の女性の方のグループはすごく常連さんっぽい人がいたんですよ。先にお店来て、今日これ頼むから先に焼いといてみたいな感じで話しかけられてたお客さんがいたんですよ。その方々は LA カルビ定食食べてて、すごく美味しそうに食べてました。僕 LA カルビ食べたことないんですけど、どうなんですかね。なんか食べてみたいんですよね。今度食べに行こうかな。あ、角的を投入しました。角的をこんな感じでもう途中から入れて、汁ごと入れて味変してます。途中からね、お腹いっぱいになってきて味変えたいなと思ったので、まあこういう食べ方も美味しかったです。もしかしたら夏のサムゲタン初めてかもって、今年初めてのサムゲタンだったかもしれないです。だからね本当にすごく美味しく食べれました。まあ2回連続行けなかったお店は気になるんですけど、まあこういった本場の韓国料理さんで食べる家庭的なサムゲタンがやっぱり美味しいですね。チャームゴスミだ。今日このお店に来れてよかったです。いつか来ようと思っててだいぶ伸ばしてた気がするんですよね。赤坂もねまあ結構行くこと多いけど、なんかがっつりしたものとか食べることが多かったんですよ。ただ今回はランチで赤坂に来てみて、このピョルミジョンさんかに来て正解でしたね。いや、いいランチタイムを過ごせました。本当に良かったです。サムゲタンも他ではあまり食べれないような、もうがっつり持ち込み入ってトロットロの持ち込みになってて、スープもトロットロでおかゆみたいで優しい味わいで最高でしたね。サムゲタンかなりここをおすすめできます。サムゲタンの他にもサムギョプサル、あと LA カルビがおすすめがあったんですけど、スンドゥブも美味しそうだったし、カモのタンとかもあったんですよ。そういった感じでいろんな料理があって、もういろいろ美味しそうだったので、まあ、ぜひねここにランチ食べに来て食べたいものを食べてみてください。絶対後悔しないと思います。もうおかずが美味しいので、ね、その時点で僕は後悔することはないだろうなって思います。あ、ちなみにこれは今手を冷やしてます。サムゲタンの鍋に最初の方に触れてめちゃくちゃ熱かって火傷しました。なんかこの前もチク食べてる時に火傷して、今も火傷の跡残ってるんですよね。なんか火傷に縁がない。皆さんも火傷しないように気をつけてください。それでは今日は赤坂にあるピョイミジョンさんのハンサムゲタンランチのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョン。